はいどうも、今回は、セッタガタメのアルケミストで、序盤の頃というか、リリースというか配信してから序盤の頃というかね、その頃に、かなり猛威を振るったキャラの、刹那を紹介します。刹那っていうのはね、物理攻撃が非常に強力なアタッカーですね。私は刹那、ただの王者。私のことは気にしないでいい。和田積出身の伝説の剣豪、臆病で自罰的だが、刀を握ると狂気的なほど好戦的に、家族や将来の伴侶を殺された経験から奪われることに対して過剰に反応する。失う恐怖から他人と親しくすることを避け、過去を捨てて放浪中ということで、ですね、今スキンをつけてるんですが、ちょっと着せ替えしますね。着せ替えするとこんな感じです。アビリティの、この誤信というアビリティなんですが、それが非常に強くて、まあ、範囲攻撃の、物理攻撃なんですが、その物理攻撃が非常に強くて、かなりもう重宝されるというか、自キャラのエースって感じにされていたキャラですね。みんなにエース格として使われていましたね、このキャラは。でも最近はあんまりそこまで強くないって感じになってますけど。そして、続いてはストーリーを紹介します。はい、それでは、刹那編のストーリーを紹介します。エピソード1。書いてますね。次のストーリーを続けて再生します。知らないバラ。この程度
と。続けていきます。この戦いが終わったら、アナスタシア。
この力の使い道を間違えないように。はい、以上です。刹那のストーリーはどうだったでしょうか。では